ただいまから地位定例記者会見を始めます。本日は知事からの発表項目が1件、宮城県と株式会社ナイマックスとの移住の促進に関する連携協定の締結についてでございます。それでは知事、よろしくお願いいたします。はい、宮城県として初めて移住の促進に関する連携協定を締結することとなりましたのでお知らせをいたします。少子高齢化や人口減少が進む中、県では現在東京都有楽町で移住相談窓口宮城移住サポートセンターを設置運営しているほか、首都圏での移住イベント開催など移住定住の推進に取り組んでおりますが、コロナ禍を契機とした地方移住への関心の高まりやテレワークの普及など、社会情勢の変化や働き方の多様化を踏まえ、新たなターゲット層へのアプローチを模索してまいりました。そうした中、首都圏において260箇所を超えるサテライトオフィスを運営する株式会社ザイマックス様より、転職なき移住等の促進に向け、本県と連携協力して取り組んでいきたいとのご提案をいただきました。テレワークの普及により、サテライトオフィスを利用されている方々の中には、働く場所、住む場所に制約のない方も増えていると聞いております。そのような方々をターゲットに、直接宮城への転職なき移住を PR できる絶好の機会であると考えております。協定式は株式会社ザイマックス様の島田会長がご出席のもと、今週の金曜日2月3日に県庁において執り行います。県といたしましては、報道機関の皆様のお力をお借りし、本県への移住定住の機運をさらに盛り上げていきたいと考えておりますので、ぜひ取材をしていただきますようお願いいたします。私からは以上でございます。ありがとうございました。ただいまの発表項目につきまして、質問をお受けしたいと思います。質問に際しましては、はじめに社名をお名乗りいただきます。それでは、移住の促進に関する連携協定の締結について、質問ございますでしょうか。まあ、当日ね。ある。はい、いいよ。はい。まず、持ってきます。はい。すみません、株式報酬の出しです。はい。ざっくり言うと、どういう協定といいますか、この結ぶことによって、はい、移住とか定住とか、どういうふうにお進めという内容的な面をちょっとお聞きしたいんですが。はい。転職なき移住と申し上げましたけれども、今やってる仕事を辞めて宮城に来てくださいではなくて、今いる仕事で、まあ、宮城に住みながらですね、仕事ができる、まあ、そういう環境が、まあ、テレワークが進んできて増えてまいりましたので、家賃が安く、また自然も豊富な、地方などに、転居する方が非常に増えてきている。それを、財務さんがやっているオフィスなどで、ね、宮城の、そういったいろんな取り組みを PR していただくというようなことが最大の狙いであります。それを見た方が宮城に関心を持って、そして、移住促進センター等に足を運んでいただけるようになるのではないかと考えております。ありがとうございます。はい、その件に関しまして他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。なければ以上で、次からの発表項目についての質疑を終了いたします。